目の前には絶望が待っていた。それは日本の平均年収を優に超えていた。ナンバーワンを意地でも死守したい31歳ベテランホスト椿。残り時間わずかと、その時。どうした？もういいよ、お前酔ってるからいいよ。めんどくさい、お前いいよ、帰る早く。もういいから。焦りからか、荒ぶるホストにお客さんが切れた。大丈夫？何？ちゃんとしっかりしろよ、お前酔っ払いすぎだよ、お前いつも。じゃあな。ライバルたちも追い詰める。これからいっぱい働いて見つけたいと思います。最高、よいしょ。ナンバー上がってますが、これからもシャンパン入れてきます。よいしょ。推しホストのために今日も大金が飛び交う。刹那的な恋愛がなぜか売り上げに化けていく。そんな勝負の行方すら椿にとって実は人事のようだった。メンヘラだし、めんどくせえしマジで言うのうぜえし。でもお客さんとしては好きだから読んでるし、はい、っていうことですよね、うん。好きじゃねえっすよマジで。金使うから好きなだけっすよマジで。なダメです。やべえ、ぶっちゃけっすよ。もういいっすよ、何したってもう本当何でもいいっすマジで。やべえ、みんな金のためになってますからね。はい、金が全てっすよマジで。売り上げザ・ローランドショー開幕。ローランドが経営する歌舞伎町にあるホストクラブザ・クラブ。この日は月のナンバーワンが決まる運命の日。売上上位を走るのはこの2人。現在ナンバーワンベテランホスト椿。そしてありがとう。ザクラブ初代売上ナンバーワン、漁師町から復帰したての勇士だ。勝負の鍵を握る高級シャンパンを次々に入れていき椿へ迫る。シャンパン結構入ってるね。どうなるかな。いや大丈夫じゃないよ。勇士がさ、どこまで上げてくるか分からんからね。ライバルの売り上げは非公開。そのため注文する値段は懐の探り合い。マジ怖え。なんかやんの？やんないっす。絶対嘘。ラストオーダーが迫る中、椿に怪しげな動きが。あ、OK、OK、はい、残りはカードにする？入れてないから言ってきて。あ、値段値段し、あのみんなあれ、あの探り合いだから、あ、締め、あの、あのそう、ホストは今日だけはあの本当ナンバー決まる日だから、あんまりいくらとかあんまヘルプにも言わない方がいい。この分厚い封筒が椿の戦略の鍵を握ることになる。よっしゃ、よっしゃ、はい、こちら、はい、レゴテーブル、はい、クロスターは、はい、フェアシー王者、はい、王者グラタ、はい、ブラックラベル、はい。シャンパンボトルの値段はいわばポーカーのカード。しかしラストオーダーとともに始まる恒例のシャンパンコールにご注目。はい、V4 テーブル、はい、フェアシー王者の、はい、どうです。はい、次の日のためにはい、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 そう、ボトルの値段がコールされることでライバルの今の売上状況がおよそ分かるのだ。ナンバーワンにするために今日来ました。いや強いよ、強いんだよマジで。当たり前やろ、やばい。どうね、よし、強すぎなんだよ。自分のできる範囲でですが、これからいっぱい働いて見つけたいと思います。最高、よいしょ、いいよっしょ。目の前にはもはや出来上がったテンションで荒ぶる椿。
半ば勝利を目前にしていた勇士だったが、その時、そこには目を疑いたくなる光景が。涼しげに微笑む椿のもとにはダブルで並んだ広角ボトル。やべえ、やらかしてるな俺。うわ最悪や、これルベレの差で負けるかも。焦る勇士、計算が狂った。このコルボエース、まずい。でもやっぱ思った以上だった。フラートとルベレ入ってる他のところで。椿の太客を、その懐具合を見誤った。勇士はこの瞬間負けを確信した。お客さんを見定めるのもホストの仕事。嘲笑うかのような椿の表情。では椿はなぜお客さんをコントロールできるのか。前回こう言ってのけた。そんなミス商売、そんなみんなキラキラして会いに来てありがとうございますがよくいるじゃないですか。そんな甘くないっすよ。はい、裏では努力してますから。あ、みんな刺激が欲しいんですよ。優しいだけだと大学生でもいいじゃないですか。サラリーマンとか優しくしてくれるだけのやつとか、ちょっと顔が良くて。そう、でもそんな売れないですからね。はい、ホストはそんな甘くないですよ。お客さんはその本能としてホストに一体何を求めるのか。売り上げの差が自分の甘さを物語る。そんな中、予想外の驚くべき光景が。さあ、この後、ブラックラベル、一発いただきました。そら、違う、ブラックラベル。彼はというと、今月から、あと上がろうかな。なんで？疲れた？いや、まあ、熱量がもうプレイヤーとしては、やりきる。不動のナンバーワン、シュン。今はもう売上競争から電撃引退したはずなのに、毎月こうやって隣に座ってささやかですが応援できること嬉しく思ってます。ナンバー上がってますが、これからもシャンパン入れてきます。よいしょよいしょよいしょ。あったけさゆうちゃん、すごいナンバーいい、せいせいせい。ナンバーもうランキングから外れてるんですか。はい、わかります。なんでシャンパン入れるんですか。わかりません。本当に LINE とかも全然しないんですよ。はい、あ、もう営業 LINE とかもなくなってるんだ。もういや、全くもうナンバー上がってるからしてないのに、お客さんの方がこの日空いてるとか何日か候補送ってくれて。すごくないですか、嫌がりませんよ。だから売上上がる日か、いっぱい来る日だけまとめてこう週3ぐらいで。え、お客さんからマジでお前何様なのにならないんですか。あ、なると思う。普通なると思います。あ、でも、まあ、普通はね、僕はなんないし。面白すぎる。面白いですね。なるほど。お客さんも十人十色。その頃、ナンバーワン目前の椿は、もういいよ、お前酔ってるからいいよ。もうめんどくさい、お前いいよ、帰る早く帰る、お前もういいから。なんでなんて、もうめんどくさい、もういいから。先ほど150万円を使ったお客さんを退店。ほら、じゃあな、連絡しろ。おい、大丈夫？何？ちゃんとしっかりしろよ、お前酔っ払いすぎだよお前いつも。じゃあな。ああ、もうマジめんどくさい。いわゆるオラオラ営業にも見えたが
別のお客さんは、なんか泣きそう、泣きそう、早い、まだまだ分かんないからね、これを考慮しても、まあ、ナンバーワンになれるかどうか分からないから。椿はこう見えてお店一の慎重派、お客さんも覚悟を決めたシャンパンタワー、ライバルの雄姿を完膚なきまでに打ちのめす。うわ、最後来たか、やっぱ今、雄姿は椿の足元にひれ伏した。椿くんは自分は指名してくれる姫がいないと輝けないっていう言葉にすごい感動して、今日はまた椿くんはナンバーワンしか似合わないので、本当に今月もナンバーワンを取ってキラキラしてる姿を隣で見せてほしいです。ありがとうございます。こうして椿は2ヶ月連続ナンバーワンを死守、雄姿は大差をつけられナンバーツーという結果に終わった。営業終了後、強気な接客の椿に本心を聞いてみた。 お客さんにこの、はい、ああいう言い方してるのはあれわざとなんですか？いや、毎回毎回じゃないですよ、みんなじゃないし。あ、関係性深いだけのことですよ。そういうことなんかお客さんから反発とかないですか？反発だったら切れてますよね。ああそっか、いないですよね。ああ、はい、ちょっと驚いちゃってね、あの普段すごく椿さんってね、うん、あの初めてお会いした時からもそうですし、うん、丁寧じゃないですか、すごく。まあもう取れたかとか関係なしに見ますよ、うん、俺そんないいやつじゃないっす、そんないいやつなんかで売れないっすですしね、ホストって。逆に何も言えない関係だったら何も金使わん。建前に接するともう金額も建前でとどまるってことなんですか？ああそういうことっす。何でも言えるからこそ使うもんじゃないですか。あ、金って、もしかしたらホストとして、うん、違うやり方の人だったりとか、そうやって建前上にみんなありがとねとか、いや今日も来てくれてありがとねとか、そういう上辺面みたいなやつもいるかもしれない、もしかしたら。そう、でそういうのは分かるから、上辺面なんて。今日のあいつだったらなんか酔っ払ってなんかすげえ暴言吐いてきたんで、じゃあお前帰るみたいな感じでしたけど、まあでも7年なんでね、関係性が、はい、いわゆる椿さんに貢いできたというか、こう使ったんですか？1億ぐらいいってんじゃないですか。ザバトラじゃないですか、はい、あの時1250、あの子っすよ。あ、そうなんですか。あの子っす。あ、前のお店からでしたからね、彼女は。メンヘラだし、めんどくせえしマジで、はい、いろいろうぜえし。でもお客さんとしては好きだから読んでるし、はい、っていうことですよね、うん、好きじゃねえっすよマジで、金使うから好きなだけっすよマジで。なダメですなるほど、ホストやめたらまんなに関わってねえっすよ、うずいから。え、これは椿さんだけ、それとも、まあ、正直椿さんが見るホストっていうのはこういう仕事なんですか？ホストなんてみんな客のことが嫌いっすよ、そんな金使ってなんもっすよ、稼ぎに来てますから歌舞伎町に。多分この今椿さんの話聞くと、はい、ホストたちがそりゃそうだみたいな人たちでなるよ。このビルのみんなのホストにインタビューしてほしい。あ、俺が本当に間違ってるか。そう、どうか。でもみんな言えないっすよ、ほとんどの。キャバ嬢もそうだし、ホストもみんな言えないっす。そんな思ったことなんて言ってたら、やまないよ、みんな。やめない、みんな夢を見させる仕事なんで。うん、そんなもんっすよこの仕事は。みんな表面上面だけっすよ、それは水商売。みんな金のためにやってますからね、はい、金が全てっすよ。
マジで売り上げ、愛と欲にまみれたくだらね夜の街を密着して5年、我々はまだカメラに映し出せていないのかもしれない。目の前にある人の佐賀の正体を。